カストは。カスト。うん。和食はどうですか。和食。青。あ、こっちがいい。あ。青屋行く。あ、青屋。こっちがいい。行きましょうか。あ、オッケー、オッケー、オッケー。入れて、閉めまして、あれ、はい、和食、まあ、どんなものを食べましょうか。いろいろなものがありますね。はい、ここメニューですか。そう、メニュー。これ辰野さんは何が好き。食べたことはないですね。これは何ですか。これは黒毛和牛の牛飯。美味しそう。そう、黒毛和牛は高級。ルクさんは。僕はどうしましょう。こっち。こっち。こっち。ジュースをします。あ、最初です。はい。じゃあこれをします。頼みます。ここ。啊，非常的好，声音非常的温柔，也非常的热情，啊，服务非常好。OK， 嗨，嗨，お茶を。はい、ありがとう。こんにちはですね。うん。飲料より、あ、うまいそうです。こっちの方がいい。嗯，很温馨，就是很日式嘛。啊，はい。はい、ありがとうございます。啊，非常很精致，每一个的摆的很精致。来，開けます。スープ。スープですか。お味噌汁ですね。蒸鸡蛋，こう、弁当のみたいです。弁当みたい。じゃあ食べてください。はい、いただきます。いただきます。はい、手を合わせて。はい、いただきます。はい。これはここに入れたりし、そうそう。どうですか、黒毛和牛は。美味しい。美味しい。よかった。魚ですか。そう、生。生。ちょっと食べてみよう。あ、いや、いいよ。日本では口を閉じて食べる。中国はどう？別に、別に、日本だと口を閉じる。これがマナー。美味しい感じ。あ、美味しい、よかった。どうですか？味噌汁は。美味しい。美味しい。本場の日本料理ですね。そう。七味唐辛子。唐辛子。わさびでしょ。ね、四川料理とかに入ってる。辛い。そう、辛いやつ。辛い。はい、写真を忘れちゃった。チャームシを食べるです。很软很嫩。辰野さんは杭州。是杭州。杭州。甘い料理が多い。はい。辛い料理はあまり好きじゃない。あ、僕は
辛い料理が苦手。日本人の人は、中国人の人はみんな辛い料理が得意だと思ってる人が多い。あ、実は僕、日本料理は、はい、口に合う。はい、合う。よかった。辰野さんは普段どんなものを食べてる？朝ごはんはおかゆ、マント。マント。パン。うん、そんなこと。お昼ごはんは？ラーメン。何ラーメン？ギウラーメン。ギウラーメン。うん。初めて聞いた。義務は、うん、僕の実家。ああ、なるほど、うん。僕の妻が作った料理。うん、いいね。娘がいる。うん、はい。娘はいくつですか？12歳です。小学生？中学生。9月から中学生。うん、中学生。日本だと学校が始まるのは4月から。3月に卒業。中国とは違うね。中国は9月から。9月。日本では夏休みは、あ、いつから、うん、いつまで。小学校とか中学校とか高校は7月の末から8月の終わり。8月終わり。うん、辰野さんは年齢はいくつ？40歳です。あ、今 40? あ、そうなんだ。若く見える。なんで、ね、留学しようと決意したの？人生を変わり。人生を変えたい。うん。僕は希望在日本待下来之後能够让我女儿也到日本来。日本に来てって話した？いや、はい。あ、言った。妻は、うん、她有点犹豫。うん。娘は行きたいんです。はい。でも旅行には多分来るね。よく。はい。うん。来年。うん、いいね。辰野さんはなんで日本を好きになったの？日本の映画をいろいろな、うんうん、見ましたから、うんうんうん、あ、日本について了解するような日本のこと、日本人のことを、うんうん、好きなので、はいはいはい、映画で見たことがあるものは何がありますか？いろいろな映画。いろいろな映画。数百部の映画見ます。その中でなんか一番印象に残ってるものは、平野さんの映画全部、山田洋次さんの映画、うんうん、ほとんど全部見ました。見ました。おー、はい、すごい、はい。すごいな。小津安二郎、小津安二郎、はい、東京家族。これは多分僕の年齢より高い人が知ってて。もともと知らなかったんだけど、その人がこの人のことが好きで教えてくれた。こっちが勉強になる。勉強になりますって感じ。国際人気がある。うんうん、国際でも。黒澤明、はい。この人も有名だね。有名。とても有名。うん、中国で北野武はすごく有名な監督。中国でも人気があります。人気なんだ。はい。辰野さんの仕事はどんなことをしてた？宣伝動画を撮影編集を仕事です、うんはいうん、趣味は何だっけ？カンフーカンフーで一番好きな人？ブルース・リーです。ブルース・リーのジクンドウ似てる。え、待って、今の顔すごいブルース・リーに似てた、はいはい、おおすごいかっこいい雰囲気ブルース・リーに似てると言われたことはありますか？なあ、やっぱり、うん、似てる、うん、顔も似てる、うんうん、若いの時、うん、報告をしました。あ、すごい。え、今の隣の人は誰？ブルース・リーの香港役者。ブルース・リーの役者。はい、ブルース・リーの役者。はい。一緒に広告を撮りました。すごい。はい。すごい。はい、左の人は有名な人。有名な。なんでこんなにも。ブルース・リーとかカンフーに興味を持ったの？
あの小さい時学校にいじめられて、うん、いじめられて映画ブルース・リーの映画を、うん、見た、うん、はい、はい、ブルース・リーは私のヒーロー。あー、なるほど。こう自分で強くなりたいと思って、はいはい、カンフー始めて、ブルース・リーにはやっぱり会ってみたかった。もちろんもちろん、 もちろん僕は生まれ前にブルース・リーが死ん、日本だとやっぱりブルース・リー人気だし、あとはジャッキー・チェン、ジャッキー・チェン、ジャッキー・チェン人気、はい、やっぱちっちゃい時からジャッキー・チェンの映画をめちゃ見てた。あ、そう。辰野さんは俳優もやってた。僕は俳優の作品が見たいんですか。デリバリーボーイ若い時、あ、デリバリー、デリバリー、面白い、うん、日本だと最初いただきます、最後はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、そうです。好，第一次体验了这个格式的餐馆，非常的正宗，很好吃。啊，虽然有些话听不懂，但是有 Liku桑来，啊，给我介绍，所以是一次很好的体验。はい、ありがとうございました。はい。